令和の虎、オールオアナッシング、ブレイクスルーコロナ。はい、皆さん引き続きよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ですね、実店舗型の方々に集まっていただいた2回目になりますけれども、2つ目またフリップを出していただきたいと思っております。コロナを受けて今現在取り組んでいることをお答えください。どうぞ。じゃあ南原さん、社員の休憩。はい、休息ですね。ごめんなさい、休息。僕が読み上げたら下ろしてもらって結構です。はい、渡辺社長オンラインストア、はい、ありがとうございます。ジョー君 EC サイトの多角化、そして、安原君が EC での販売、ありがとうございます。そしてゴージ君がネットショップと無料コンテンツ提供、はい、様々でしたが、じゃあまずはお一人ずつですね、フリップに出していただいたことを具体的にお答えいただきたいと思いますけども、じゃあ今度は逆にゴージ君からいこうか。簡潔にどんなことやってますか？はい、まず先ほど申し上げましたようにネットショップを今やってるので、まあ、そこにコーヒー豆を、お送りするんですけど、今ですね、SNS、多くはツイッターを使って、はい、普段はお店で有料で解く注文したらついてくるクイズのツイッターでフォローしてもらってリツイートしてもらえると、そのクイズが分かったらダイレクトメールで送ってもらえれば、そこでこうポイントが貯まっていきます。その売り上げが、はい、今までよりも結構伸びてる感じ？そうですね、それで分かったらそのこっつい答えたくなってメッセージをくれて、まあ、そこからそのファンになってくれて EC サイトに飛んでくれてっていう、そういうサイクルを作っていくということで、はい、とりあえずその分かったらリツイートっていう感じにしてるので、それでこう、ね、認知を今増やしてる段階と、はい、いうところがあります。ちなみにお答えいただけるかどうかわからない、今ツイッターのフォロワーどのぐらいいるんですか？ツイッターはですね、今で6328。すごい、多いね。ちなみに岩井さんは何人いるの？僕はね、5300人ぐらいです。なるほど、はい、俺1万5000人これが言いたかったんだよ、みんな分かるよね。はい、じゃあ次、ジョー君。はい、改めてフリップもう一回見せてください。はい、EC サイトの多角化、はい、どうぞ。はい、これはすごいよね、あなたやってることね。お店はちょっと、まあ、正直言うとしばらく時間がかかるんじゃないかなって思ってまして、この中でちょっとできることをどんどん やっていかなきゃいけないなっていう中で、今牛タンのサイトは通常で持ってるものがあったんですけど、はい、それ以外に実店で食べれるものを通販というか、そういったものを食べれるような今仕組みを並行しても作り始まってます、今。そうですね。はい、もう新商品もどんどん開発してるんだよね。そうですね、そうですね、はい。最初におうちでマジ牛タンが始まって、はい、おうちでマジサーロインでしょ？あ、そうです、そうです、はい。そしてさらにまた開発したんだよね。そうですね、おうちでマジ牛タンプレミアムっていうのも今作ってますね、はい、今。このプレミアムってのは何なんですか？はい、これ実は私昔働いてた東京の西麻布にあるレストランのシェフとコラボレーションして牛タンを発売することになりまして、それを今作ってる最中です、今。なるほど。こことお店とのコラボの牛タンってのは一言で言うと何が普通の牛タンと違うんですか？もちろん部位もそうですし、シェフの監修が入った上で作られますので、はい、ちょっとワンランク高いこうハイクラス層向けの牛タンというか、そういった形になってます。はい。ということは当然のことながら、今まで売ってた牛タンよりは高いんだよね。あ、ちょっと高いです。はい。はい、でも抜群に美味しいって感じ。まあそうですね、その分美味しいですよっていう。はい。まあそういうことで EC サイドをどん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 多角化してるって感じだね。はい、そうです。わかりました。じゃあ次、安原くん。はい、同じですよね。EC での販売ということですけども、はい、どんなことをやってますか？はい、今売ってるスムージーを冷凍で、届けられないかなっていうふうに思ってまして、まあ、2つ方法があるんですけれども、はい、材料を送るパターンと、はい、もう完成品を溶かしていただいてもそのまま飲めるようにするっていうパターンがありまして、はい、それをクオリティが落ちないかっていうのをチェックしている段階で、あとはそれを、もう一回ターゲティングをし直して高級路線で売っていきたいなと思っているので、はい、今それを考えている。今2つおっしゃったうちの2つ目のね、冷凍にしたものを送るということについては割と簡単そうに思うんだけども、はいはい、1つ目の食材を送ってってことはミキサーにかけるってこと？お客さんの。あ、そうです、はい。じゃあそのやり方とかも説明書入れながらみたいなことを考えてるんだ。あ、そうです、はい。両方ともやれそうなのか、どっちかに絞るのか、どうですか？最初はどっちかに絞ります。一応最初は完成品を送る予定なんですけれども、うん、はい、まあ、その後は自分でアレンジしたいっていう方も多い
と思いますので、はい、その中で、材料を送ってプラスで美味しい風に各自でやっていただくっていうのもやっていきたいなと思ってます。ちなみにこれ冷凍だから当然クール宅急便とかになるのかな。はい、そうですね。あの配送料って結構高くついたりしないんですか。クール宅急便ですと関東から関東近郊へですと610円ぐらいだったんですけれども、もちろん北海道とか沖縄とかだともっと高いですし、ね、サイズが大きくなると高くなってくるので通常の宅急便よりはかなり高いですね。そうだね。だからある程度まとめてやっぱり購入するような人でないとなかなか配送料だけで結構お金になっちゃうってことだよね。そうです、はい。そこがちょっとハードルがね高いのかもしれないですよね。はい、はい。南原さんどうですか。社員の休息ということですけれども、コロナって本当に先が読めないし、はい、最初はね6ヶ月ぐらいこう休みになるんじゃないかなっていう予想を立ててたんですよね、はい、でうちだとちょうど店舗休みにすると1ヶ月だいたい2000万ぐらいの赤字になるんですよ。やってましたね。これはねキャッシュフローで考えるともうちょっと銀行の返済行くともう3000万ぐらいのキャッシュフローアウトになっちゃうんだけど、だけどまあそれの分をなんとか銀行借り入れで用意をして、まあ、長期戦に構えていくかって思ってたんですけど、はい、まあ、コロナが始まって間もなく経った頃に意外に終焉は早いんじゃないかと、うん、僕が思うにその店舗を開けるのに、まあ、非常事態宣言が東京で解除されるのがうまくいけばあと2週間後、悪くても1ヶ月後、はい、だったらもう2ヶ月ぐらいはもう社員さんには休んでもらった方がいいんじゃないかと、はい、まあ、その間休息取ってくれと。ところが最近になって社員からなんか体がなまってきたから店を開けたいっていう話も出てきて、はい、で、まあ、今後の対応についてはさらに先が見えた時に、例えば今10店舗あるやつの店舗数を減らして集約化していくかとか、はい、まあ、現在はちょっと、まあ、検討するのはやめましょうっていうことなんですね、はい、作戦としては作戦何もしないみたいな。なるほど。何もしない作戦ね。そう、はい、ありがとうございます。なべちゃん最後になります、はい、どうですか。ありがとうございます。はい、オンラインストア始めましたね。はい、ありがとうございます、はい、私も本当に微力ながらちょっとご協力させていただきましたけども、ありがとうございました。はい、どうですか、はい、始めてみて。うちの場合は、まあ、7店舗ってちょっと中途半端な店舗数で、はい、まあ、正直オンラインストアでこれ全部をカバーできるとは思わないんですが、これまでのお客様とか、まあ、周りの応援していただいている方に、まあ、何もしてないのか何かをしているっていう情報発信とか、まあ、そういったつなぎ止めとして、まあ、まずはオンラインストアをやっていると。正直その程度では焼け石に水なんですが、まあ、ここの中で、まあ、いろんなところとコラボレーションとかしながらやっていきましょうということで今開始をしていて、実際、つい先日の母の日はアフリカローズさんっていうバラの会社さんとコラボしたりとか、まあ、これからもちょっとコラボをしながら皆さんに応援していただけるように活動をし続けると、はい、火を消さないということで、まあ、やっているという、なるほど、いう感じです。はい、それって売り上げってどれぐらいあるんですか今現在で。オンラインストアでもう1店舗の売り上げにはとても届かないですし、まあ、焼け石に水ではあると思います。よっぽど売れれば別ですけど、うちがね、その1店舗だけとかだったら、まあ、オンラインストアやってるだけでも、まあ、とりあえず食いつなぐぐらいにはできるレベルになると思うんですが、 うち7店舗あるので、まあ、そうだよね、7店舗ぐらいが一番やりにくいよね。もうおっしゃる通りで、カバーが全くできないです。で、ただできないですけど、うん、うちがなぜそれに取り組んでるかというと、まあ、先ほど岩井さんにも買っていただいてますが、まあ、こうやって何か支援したいけど、まあ、どうしたらいいのっていう人に受け皿がないと、やっぱりそこはこれまで気づいてきたものがなくなってしまうので、まあ、あるところはクラウドファンディングやってますし、まあ、あるところはうちみたいにオンラインストアやってますし、それぞれだと思うんですが、うちではまずはオンラインストアをやっているという感じです。まあ、岩井さん簡単に言うとさ、今回のその飲食ってやっぱり7店舗とか10店舗とかうちクラスが一番打撃を受けるんですよ、うん、というのは例えば、まあ、ちょっと極端だけど1店舗しかやってない喫茶店のエイズってサンドイッチの耳を切ってそれを自分で食ってコーヒー飲んでりゃなんとか生き残っていけてかつ家賃もまあ10万とか15万だからまあ、店をとっとと閉めましたって言って50万もらったら逆にラッキーって言えちゃうんですよね。でも1000店舗とかまあ500店舗とかあったらまあ大体上場してるんで、はい、そのまあ潤沢な資金繰りができるし、まあ銀行からの借り入れも我々よりもはるかにその優位に借り入れができるんで、まあそこもなんとか生き残っていけるよと、うん、
ところが10店舗ぐらいになると渡辺さんのところって例えば経理のおばさんとかも雇ってるし管理部もあるんだよね。間接費用もかかってくるし、まあ飲食としてコロナ打撃一番受けやすいんで一番大変なんですよね。今日南原さんおっしゃってますけど、鍋ちゃんいかがですか？全く同じことをこれは僕も思います。はい、一番中途半端です。うちが本当に1店舗だったら僕も全然また違うことやってますし、うん、もっととっくにどうにかできてると思うんですが、うん、非常にこの7店舗っていうのは足を引っ張ります。この間の虎のズムリバの中でも同じようなことを言ってたよね。自分のところが中途半端だからっていう表現だけども、はいはい、本当にやっぱりそれをひしひしと感じてる今日この頃ですかね。もうますますそうですね。でもね、中途半端だけどそれは越えなきゃいけない壁だから、その壁をいかに越えていくかっていうところなんで、渡辺社長これから頑張っ、まあ、若い社長頑張ってもらわないといけないよね。本当に、はい、もうだからそれは60歳だからどうでもいいんだけどいやいや頑張りましょう。田村さんも頑張ってると思えば僕も頑張りますから。あのちっちゃな喫茶店の親父だったらラッキーだったら、安原君君はラッキーなのか。そうですね、社員さんがいなかったりですとか、はい、まあ、曲がりっていうので通常の家賃よりは安く借りさせていただいているので、うん、まあ、そういうのもあって思い切って休めるところも正直ありました。安原君、自分なんかさ、はい、その50万100万もらった方が逆に銭儲かっていいだろう、店とっとと閉めて。今回ラッキーだろう。正直ちょっとラッキーなところもありますね。かなり潤沢に手当がもらえたので、もらえる予定なのでよかったね少しまあラッキーな、本当にラッキーですね。渡辺さんとか僕はそのお金じゃもう焼け石に水なんだよね本当にね。ジョー君のところはいろいろそういう申請とかしてますか？してるんですけど、まあ運転資金とかも今回いろいろ申請を出したんですけど、はい、私たち通販をやってマイナス 5% になってるんで借りれないんですよね今。そうだよね。そうなんですよ、はい、逆にまた違うやつで今聞いてました、はい、今、はい、会社全体として見られるもんな、やっぱり。そうそうそうなんですよ、そうなんですよ、店舗だけじゃないんで、はい。ゴージ君のところはどうですか？なんか申請出したりしました？そうですね、雇用調整助成金、はい、助成金だけが非常に難しくて、はい、でも10万円のやつと、1人10万円のやつと、持続化給付金と、はい、それから都から出る50万円の申請は終わっています。なるほど。じゃあ、この第2回の最後になりますけど、奥谷社長。はい。第1回では言えなかった、そのね、はい、6つの補助金、助成金を、ここでせっかく視聴者の方々もたくさん見ていらっしゃると思うので、はい、1個1個簡単に説明してください。はい。まず一つ目が皆さんよくご存知の特別定額給付金ですね。一人10万円いただけるやつ。はい、で二つ目が持続化給付金。これ法人だったら200万、個人事業主だったら100万っていうやつ。はい、で三つ目が、これは都道府県によるんですけれども、さっき言われた首都圏、東京都は出てます。感染拡大防止協力金です。はい、これ休業したら出しますよっていうものです。であと四つ目が、住民確保給付金、これも地域によるんですけれども、家賃ですね、はい、家賃に対しての補助が出るっていうものです。はい、で5つ目が雇用調整助成金、はい、これもですね非常にやり方が非常に難しいっていうことで今簡素化に国が動いております、うん、でこれに関しては、福井県なんかは例で言うと県でこの雇用調整助成金っていうのが今設立をしようとしていて、はい、国のやつだと従業員にしか出ないじゃないですか。福井県のやつは役員とか事業主にも出るっていう枠を今考えて、多分近々に出ると思います。はい、でもう一つが小規模事業者持続化補助金という補助金ですね。これは例えばコロナでの影響で売り上げが下がった事業者さんに対して新しいことをしなきゃいけない、先ほど言われた EC サイトであるとか、はい、っていうことに対してその費用がかかりますよね。 EC サイトの設立になった、はい、その費用の3分の2が国から出ますよという補助事業です。なるほど。この6つです。今この5人の方々の中で、はい、そういう補助金が対象になる方って当然見えるわけですよね。はい、見えます、見えます。はい、また虎の方々は、グループラインにつながってますけども、もし虎の子とか虎ファミで、奥谷社長とつながりたい方がいらっしゃいましたら、ぜひ僕に個別に連絡いただきたいと思います。はい、はい、じゃあ第2回はここまでにしておきましょう。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、お疲れ様です。ありがとうございました。